飛来神のマーキングは決して消えない。それは教えてなかったね。生きていたなら火影になってほしかった。あの生き返り損ねたマダラを封印すれば。何をもって終戦と決めつける。父ちゃん、サスケ。なんだ、何が。忠義がまた形態変化したのか。忠義の人中力だってばよ。どうなってる、やっつけたのか。いや、忠義が全て吸収されてしまって、チャクラから見てあれが忠義の。なんだこれは。まずいの、人中力とは。ますます気味悪いってばよ。俺はビジュータスと仲良くなった。それに俺ってば、長戸が陸道の光の術をするのを一回見てる。人中力になる術をしていたんだよ。そっか。太陽、あれが最終形態か。いや、違う。あ、すげえ。いや、まだだ。あの史跡用心を。皆の者、気を抜くな。向こうで十尾の力を我が物とした輩が現れた。やめろ、オビト。もうやめるんだ。失礼ですが、そのようですが。死に込みするホカゲどもが見られるのを楽しみ。陸道戦にと同じになったオビトだ。なんだ。早い、サル、呼んでね、止め。やはりこの程度では知らんか。体でやるのは初めてだな。五条気まくるだ。どうやるのだ。なんだあいつ。早い上に硬い。利権影武士。俺自身か、俺のチャクラが間接的にでも触れていなければ飛ばせない。あの戦いを見て、心配より分析をしろ。まずは俺が出て隙を作る。こうなってはやはり俺が。もう待ったはなしだ。柱馬。なんだ。そうか、人中力としてうまく十尾が馴染んでないんだ。お超輪武功三式をやる。しまった。サスケ、お前じゃない。飛来神の術、オビトのマーキングが消えている。うちの子もサスケ君に負けていないかな。さて、あれで蛇じゃな。体をうまく扱えてない。今のうちにやらないと。そんな感じじゃなかった。大きすぎる十尾の力にオビトの意識がどうにかへばりついているだけで、
螺旋先行超輪武光三式をやる。女にかまけてる時間なんかねえんだよ。行くよ、オビト。やばい。やられはしたけど大丈夫。いつの間に。